僕より前に、ミーティングルームにスナパイさんと、スナパイさんとその犯人が宿舎通路前とエンジンルームにいるわけですよ。うんうん。で、かつ右側で誰にも目視されてないってことは、左側に死体がある。私たちはここにいます。ここには夢がちゃんとある。フレンドなら友達でしょ。そうだ、好きって言ってみた。大好き。今日は俺のライブに来てくれてありがとう。アルマしか見れてないね。え、これやばくね。もうミーティングで死んでることが確定してる。ミーティングに、え、4人いることになりますね、これは。あ、いや、それとは限らないか。あ、そうとは限らんす、ね。うん。スナッパイさんが、スナッパイさんはミーティングでボタンを押すと同時にキルされているっていうことになります、ね。ああ、え、じゃあこれボタンは押されてんだ。はい。スナッパイさんが押した判定になってるんで。ああ、あ、じゃあミーティング室にいるってことですね。はい。後ろだけいいですか。うん、貨物脇が僕と酒屋さんと、あと遅めでグルタミンさんでした。はい。で、グルタミンさんはまだ貨物室にいます。で、僕もいます、はい、なのでできないかなと。いや、酒屋さんは、アーカイブで、アーカイブで本のやつやってました。はい、はい、隠しろは出せないんですけど、なかなか厳しいかなと思います。アーカイブで湧いたよとか、あったよとかっていう人がいれば白になるのかなと思ってます。エロタミンの2人が無理で、で、うん、もうなかなか難しい。言いたいだけだろそれ。ごめんなさい。他はあれ、僕グルタミンさんってどっかで見たな。僕エンジンルームで、あ、それバグですね。あ、ね、あ、そっかそっか。あ、ね、あのいいですか。俺その C の画面でもうカン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 って聞こえるんですよ、走ってる音。はしご登ってるんだ。そう。他は取れる人いますか、白。いや、僕めっちゃ置いてます。僕メイン脇のエレクトリカル最終です。メイン いなかったの、僕メインだけど、じゃあアルマさんみたいなです。僕最速脇で上のタスクやってます。エンジンで武器庫かな、最後。他に誰かいました？誰も見てない。グルタミンさんを見たけど、あれはバグか。あ、僕もエンジン脇なんですけど、僕多分プテハスさん見ましたよ。あ、本当に？はい。そうだっけ？僕はちょっと集中してたかな。あ、マジっすか。てか、僕もエンジンなんですけど、オラフ君は多分いました。ちょっと、それもいいっすか。はい。まず僕メインホールに湧いて最速でミーティング向かったんですよ、実は。で、ミーティングはしごを登って、即ボタンを押されたんです。僕ボタンを押そうとしてて、ってことはエンジンルームか宿舎前通路に湧いてる僕より先に、ミーティング側にいる人にしか無理なんですよ。宿舎前通路に湧いた人が。で、そこにスナパイさんもいたっていうのも確定なんですよ、ここ。うん。うん、やっぱバグだから。ん、これバグなんで飛ばしてください。はい。このバグは健在なのか。ミュート捨ててください。緑、青、黒。殺されるー。はい、ナイスです。はい、はい、で、先端さん目線って藤宮無理じゃないですか。あ、無理、はい、ね、エンジンルーム脇で僕メインに行くときに先端さんとすれ違ってるんですよ。で、メインの小部屋のシャワーしてるとき最終なんですけど、いやー、すれ違ったっけ。誰とも会ってない印象だったけど、まあ、うん、本当なんでしょうね。で、僕もメイン脇の、上の配線とゴミ捨て両方やってます。ごめんなさい、見てないです。
その時、はい、藤宮さんと会いました？会ってないです。僕は会ってないです。僕は誰とも会ってないです。さっき言った通り。だから完全に、ああ。僕エンジンで動いてるグルタミンさん見た気がしたけど、グルタミンさんって。まあまあ、その話はやめましょう。オラフ君はどっち行きました？僕は武器庫の方行きました。だからプテアスさん見たかなと思ってたんですけどね。あ、武器庫？はい。武器庫だったら、いや、わかんない、僕。オラフ君だっけ？うん、先頭にプテアスさんがいて、後ろに僕って感じだったんですけどね。あー、そうなんだ。他は。エロタミンさんとサクヤさんとサクヤさんがアーカイブまで行ってるヤさんであれば全員行ってるか。じゃあオラフ君、あ、じゃあオラフ君だったのかな。いや、動いて歩いてる人を僕見たと思ってんだよね。あ、じゃあそれ僕じゃないですかね。オラフ君かな。一応エンジンに湧いてるのは見てます。あ、じゃあそうか、わかんねー。歩いてる人を見てるから、それがちょっと勘違いしちゃってたかもしれないけど、誰も僕のこと見てないんだったら、はい、オラフ君かな、はい、うんうんうん、仮にオラフプテを抜いたとすると、昨夜アルマ先端が一番、まあ藤宮も入りますが、で、昨夜さんも入るんでしたっけ。アーカイブなんで、まあ、僕はなかなか厳しい、ギリギリ、ごめんなさい、まあ、ね、ピカさんの位置が出てないから、エロちゃんできるとは思う、うん、エロちゃんとグルタミンさんはもう僕ほぼ弾いてます。脇位置的に貨物2人脇で、ダブルキル、あ、てかまあ無理か、昨夜さんにも見られてるから、もうこの2人は絶対無理、うん、隠しますね、うん、もう隠しろで置いて、昨夜さんまで隠しろ取れたら強いですけどね。あと全員ローラスタル勝てるんで。で、多分ピカさんもスナイパーさん見てないと思うんで厳しいかと思うんですけど、アーカイブ、アーカイブに湧いてる可能性はあるので。そう、あー、確かに、そうか、いや、わかんないな、これないですね。藤宮、アルマ、昨夜、センター、2ローで合わせてんのか、単ローで11なのかわかんない、うん。オラフ君とプテハスさんじゃないかな、違うかな。アルマさんだったら僕がピカクさんを見てるはずだから絞りそうだけどな、だいぶ。ボタン押してくんねえかな。もうロラで勝てそうだけどな、順番さえ間違えなきゃ。倒しましたよね。はい、プテラ見つけました。はい、はい、うわ、これどこだ、これ。多分診察室、診察室で藤宮さんがいました。はい、はい、藤宮、アーカイブは来てなかった。アーカイブ5人湧いてた、ね、死ぬほど湧いてた。アーカイブは5人湧いてた、5人湧いてた。あ、僕アーカイブかな。アルマさんと僕とプテハシさんとアルマさんとエロちゃんさんじゃないですか、ね、はい、多分アーカイブ僕もいました。あ、サクヤさんいました。俺だけ一人で金庫室なんですけど、まあ白なんで、うん、まあグルタミンさんとエロちゃんはもう弾いて、うん、ね、僕はトイレに一回引きこもって、最初にね、アーカイブ終わった後にトイレに引きこもって、トイレから出て貨物室のなんか右下の方に行ってぐるっと戻って、診察室に入って、でそこで死体があったって感じ。でも僕は最後までアーカイブだと思うんですけど、最後タスク終わって下に下が抜けるときにセンターさんが助けてましたね、上の方で。これ最強戦術言っていいですか。はい、お、まあロラするか、グルタミンさんとエロちゃんをもうずっと基本的に一緒に動いてもらうみたいな。あ、それできないのか、このマップ一緒は。どういう戦術ですか、それだったら。あと残るは容疑者しか残ってないから、キルする対象がいないんですよ、うん、インポスターしてんの。まあ、そこでボタンとか押したときにもうそこで透けてっちゃえばいいってこと、ね、透けるというか、まあ間接的に、まあ結局ロラと一緒なんですけどね。これ、あ、でもさ、ごめん、できないわ。ごめんなさい、ちなみにロラしたいけど、診療室でしたいですよね。貨物室って誰かいました？
誰もいない。僕は貨物室には、診察室入る前にはいたよ。僕はエレクトリカルにいて、誰も来てないんですよね、こっち側に。あ、じゃあ診察室の中にいたのかな。あれだよ、貨物室側の入り口だよ。初日と今の話組み合わせたら、なんかもう勝てますけどね。もっと突き詰めれば、うん、ピカクロスさんが目撃されてないこととリスポーン位置の予測から、うん、多分絞れると思いますんで、ボタン押してもちろん話したいですね。僕は押せないです。OK です。はい。え、オラフ君と、オラフ君ともう藤原さんしか成立しなくない？他あるっけな。他がない気がすんだよな。はいはい。うん、これ1連れまでは初日酒屋さんアーカイブリスポーンでしたっけ。いや、貨物からアーカイブに。貨物室からラウンジアーカイブです。あ、貨物からラウンジアーカイブで、その間ピカクラさん見てないわけでしょ。そう、見てないですね。で、メインホールの僕とアルマさんも見てないってことは、エレクトリカルにもいないです。なんだろう、ってことは左側に死体があるんですよ。うんうん、うん、で、オラフ君とプテアさんが一応エンジンルーム、はい、で、ね、僕の証言を信じてくれるのであれば、僕より前に、ミーティングルームにスナパイさんと、スナパイさんとその犯人が宿舎通路前とエンジンルームにいるわけですよ。で、かつ右側で誰にも目視されてないってことは、左側に死体があるので、もう割と僕目線はオラフ君とプテアさん確定なのかなと思ってるんですよね。いや、それで言ったら、僕はオラフ君だけ釣りたいなと思ってるんですけど、うん、オラフ君は、うん、ミーティングルームで絶対に死体があるんでしょ？オラフ君はね、ミーティングルームの犯人ではないよ。ごめんなさい、僕がオラフ君だけ、あ、でもそうか、プテアさんからその発言出るんだったら、二郎あるな。あと僕、いや、だからそのピカクロスさんがどこにいたか分かんないみたいな話があったけど、ピカクロスさんをやってる可能性はあるけど、ミーティングルームの犯人ではないはずですよ。なんかどこの狼を追ってもオラフ君って入る気がするんですよ。うん、入っちゃいますか。一応さっきの、あ、すいません、さっきの位置言ってなかったんですけど、はい、さっき僕最終アーカイブなんですよ。で、僕サクヤさんを多分見たと思うんですけど、サクヤさん的には僕死にます。あ、さっきアーカイブ脇は僕も見てますよ。俺、最終もアーカイブなんですよ。はい、あ、それはちょっとわかんないです、はい。最終見えてなかったです。センターさんしかな。サクヤさんは昇降機から来ましたよね。昇降機の左側から。あ、そうですね。昇降機の、はい、それを見てるんで、はい、最終。サクヤさんは今回は無理ってことですか、オラフ君目線。でも最初の動きはどういう動きかがわからないんで。いや、無理、難しくないですか。診察室ですよ。普段アーカイブでタスクやった後に昇降機、うん、だからね。あ、アーカイブ脇で診察室。あんじゃ難しい。そうですね。僕がオラフ君だけって言ったら、初日が結構オラフ君とプテアスさんが結構食い違ってたから、二郎だったら証言合わせた方がいいのかなって思っちゃって、あんま二郎を。だから片方が、プテアスさんが真実言ってて、オラフ君がミーティングまで行ってて、後からついつま合わせて、武器庫あたりでピカクロさんやったんじゃないですか。しかなくね？違うかな。昨夜さん白木駅だ強いけど、アルマさん、まあアルマさんも電気室ならありえるか。ピカさんキッチンからの、はいはい、違うかな。なんかちょっと疑われてそうだから押したけど、僕は狼じゃないのね、まず。で、なんかさ、今先端がなんだっけ、オラフ君がなんか、なんだっけ、ミーティングルームで疲労取って武器庫で辻褄合わせて、ピカクロさん殺したんじゃないですかみたいな言ってたけど、そんなに長かったっけって思って。いや、オラフ君が引き返し、あ、でもそうか。僕目線の話なんですけど、はい、まずスナパイさんを殺せるのが、結局エンジンと宿舎が前の通路で、で、エラさんとグルタミンさんもちろん無理、で、昨夜さんもそこには湧いてないことが確定している。なんで、で、僕はアルマさんを見てないので、まあ僕目線ですけど、アルマさんが、実はスクシャ前とかに湧いてるか、はい、オラフ君とプテアさんがどっちかが認識ミスとか、
なんとかでどっちかがミーティングまで行ってるかしかないんですよね。まあこれ多分皆さんから見たら確かに初日で僕とプテさんの二郎は終えるのは分かるんですけど、これ皆さんは先端さんが狼ってことは考えないってことですか？だからそれを追うのそうだったら、もう僕を含めてローラーすれば勝てるんですよ。ああなるほど。アンジャーだったらもうローラーでよく、まあ、昨夜さん白置きできるかどうかですね、まあ、あとは。あ、それ白置きできたらできるんだったらいいんだ。いや僕は自分が狼じゃないから、まあ、オラフ君で先端がなんかオラフ君に塗ってなんかバチバチやってんのかなとも思うけど、いや僕ね1個前の藤宮さんキルは結構セルフ疑ってて、プテアスさんの、うん、僕がエレクトリカルに行って誰も来てないんでこっち側にで貨物側からプテアスさんが行っていて誰ともすれ違ってないのであれば、うん、貨物側には来てなくて診察室にいたんじゃないかな。じゃあ電気室に行ってないのであれば、ね、それかアルマさんがやってるか、うん、そうなると思います確かに、うん、僕がやってるかなんかセルフかの2択だと割と塗ってきてるなって感じなんで、どうしようって感じなんだよね。あ、そう、多分だから最悪ここのロラでもいいと思います確かに。え、アルマさん視点で、うん、あ、いやもう全員視点で多分そうなる。そうそうそう、アルマかプテアスさん、あれは弁当とかはないかな。じゃあどうします、診察室弁当ない気が、うん、いやいやいや、ある話聞いてる感じ、オラフ君から釣りたいなと思いました。え、僕、待ってください、僕が証言、え、おお、わからないなっちゃうんだ。ボタン押します。はい、いや最後のその発言か、僕、うん、僕今ボタン使っちゃいました。助けなくていいね。あれます、うーん、てかもう相方位置が一応表だけ今僕多分間に合わなかったと思うんですよね。僕スキップ入れた。あ、いや間に合ってますよ多分。フルフルで表が入ってたんで3-2だったんで、だったらオラフに入ってるかもね。てかアルマさんがハニーの場合、まあ所定キルが宿舎前通路でアルマさんが湧いてて、はい、ミーティングに行った。でオラフ君目線プテハスさんはやってないってなると、アルマさんの相方って誰、僕ですかね。先端さんか咲夜さんになります。僕がインポスターだった場合。あ、まあ咲夜さん、まあそっか、だ多分ね、僕まで落とすなかなかちょっと素人と思っていただきたいんですけど、さっきスキップ入れちゃったけど、まあオラフ君釣っただったらアルマさん釣りたいかなと思ってるかな。そうっすね、オラフさんのローラー対象って僕になるのか。いや、そうではなくて、まあ初日のキル、僕はエンジンルームで誰かその歩いてる人をちゃんと見てって言って、それがオラフ君だって胸を張ってオラフ君が言うんだったら、実施点はオラフ君はそこそこ白いのね、うん、で貨物室に関してはアルマさんがそこにいたっていうのであれば、僕視点はまあ、全視点でアルマさんと僕しかいないんだったらアルマさんになるから、アルマさん、じゃあ僕今回釣られるのが OK なんで、とりあえずちょっと僕視点の話をさせてもらうと、はい、初手にオラフ君とプテアスさんが証言を合わせなかったことが二郎はないと思ってました最初。普通にどっちかに一郎、まあオラフ君の方が濃いっていう風に見てました、うん、で相方一は分かんないって感じでした。で2日目の藤宮さんキルの時にまあ多視点全員の視点込みで僕かプテアスさんの2択になってると思うんですよ。でまあそうなるとプテアスさんが最終的にオラフ君に白出しをしてることから二郎なのかなとも思ってます。ああ、まあそうか、はい、まあ、じゃあちょっとまあオラフ君の白出しは忘れてもらってもいいですか。いや、それはだって僕まあまあ誰かではあるけど、それがオラフ君じゃない可能性はあったから。そうですね、はい、そう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 、言いたいことは分かります。途中でエンジンルームにいたのがオラフ君って分かったからこそ白出ししたっていうのは全然分かるんで、はい、まあ釣る順番正解はアルマさんですね、一応、うん、あの全視点でケアするのであれば、はい、僕と咲夜さんの二郎を追わない限り、いや、これもう1キロ待ってもいいと思いますよ、ここで止めといて。私は2人いますもんね、まあ任せます。いやー、二郎ともきゃな、昨夜さん。あの、キル関与できるのが、まあ、アルマさんとプテアスさんだから。まあ、プテさんまで落としてもいいけどな、正直。
他死んでもいいから、いやタスク勝利は見込めんな。かといってアドミンとかも見づらいしな。釧路が殺されるのが一番厄介だな。見てないのか。黒緑。メインホールにありました。停電直したのって誰ですか？僕です。貨物で直しました。じゃあプテラさん確定ですね。1個前が昇降機で直しました。僕今ミーティングルームにいますよ。そうですね。あ、そうなんですか。いや、アーカイブからシャワー室に2人で下ってました。プテラさんとグルダミンさんが。僕その後すぐはぐれたからコックピットで見てるんで間違いないと思います。はい、何が間違いない？じゃあコックピットでマップ情報を見てるんで。ミーティングルームにいるのはミーティングルームついてないかったですね。メインホールが見た時は消防が持ってない。メインホールが2になって、で停電になったんで、でその停電になる直前に酒屋さんがエンジンルームを。メインホールには合ってる。メインホールには合ってる。それは僕はグルタミンさんはいたから。でその後グルタミンさんとははぐれて、うん、僕は上の方に行ったんだよね。まあ。じゃ先端がキルったのかな。先端がキルして直したのかな。停電先端は多分ラウンジの方とかに行っていて貨物室かなんかで停電を直してるはずなんですね。はい、うん、ラウンジ1に行った情報があってれば、うん、はい、だから間違いないと思います。福君とプテラさんが1回戻ったんじゃない。そしたら先端がメインホールに、ベントで飛んだような感じも見えなくって、全員歩いて動いてた。僕村だよ。でも他にできる人がいないんだよな。昨夜さんエンジンルームでタスクやってる感じだったし、停電になる直前にプテアスさんと、おそらくグルタミンさんが2人になってメインホールでやってると思ってます。グルタミンさんが停電中動いてないことになりますかね。停電から停電になる前にやられて、前からずっと動いてないことになりますよね。 それそう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 。僕エロちゃんのアドミン情報正しいと思ってるのでプテさんに入れさせてもらいます。はい、僕も入れます。あれなら多分合ってると思うけど、福君とプテさんだと思うけど、その2色かな。まあ終わらないですけどねこれね。終わらなかったらマジで先般だから俺。お、罵ってください。俺どうなってるんだこれは。ナイスファイト。よかった。ナイスファイト。よかった。ピアハスさん多いっすね。大変なのに3分の2でしたね。あ、これ部屋変えますね。オッケーです。いやでもなんか割と釣れましたね今回はね。なんかそう、あのアルマさんまで持っていけたのは見事だなと思いましたね。結構個人で浮いてましたもんね。うん、なんかボタン、あ、僕ミーティングルームで切られてるんですけど、ボタン押したモーションが出た後、僕首ひねられた感じなんですね。で、多分ボタン押した後惰性でキャラクター動くじゃないですか。うん、左からセンターがトコトコトコって現れてそう、かわいい。ボタンの方を歩きながら。あ、これ全然違った。プテさんすいません、めっちゃ初日からゴリゴリラインをつないでしまって。いやいや、なんか僕あえてあれはなんかちょっと、いや、えみたいな、やった方がいいのかなみたいな思って。あ、僕あのミーティングループでスナパイさんをやった時にもう目の前にセンターさんがいて絶対にバレたと思って。え、マジ？はい。あ、そうなんだ。映ってた。え、マジ？映ってたんで、これやばいなと思って、初日釣られるわと思ったんですけど、あ、これワンチャンいけるかなと思って。ちょっと見てなかったな。もうプテさんに頼むしかなかった、あそこ一緒に行った。なんかね、まあ、見てなかったとしても、そのミーティングルームで死体が上がったであろう議論になったじゃないですか、僕が死んでるから。はいはいはい。だから、あれ、直前ミーティングルームまで来たけど、見てないなって言って焦るかなと思ったら、センター全然焦ってなくて、なんだろう、センター犯人だからかって最初は思ってたんですけど。
ようわからんまま。なるほど。いやでも面白い試合でしたね。ワンチャンありましたね。でもいやワンチャンあったな。なんかもっとバレない位置で倒せてれば。僕ミーティングルームに行ったのはそのボタンを来ようとした人をキルできればなと思ってたから。あれは初手キルはもう一人。ヒコで比較的。ああじゃあドンピシャ当たりましたね。そうあのボタンを押すタイミングと同タイミングで私もスナパイさんと同じような感じでボタン押しの後にキルされたみたいな。あそうだったんですね。感じの画面になりましたね。純粋だとボタンを押される 0.5 秒前ぐらいに。殺せてすぐブザーみたいな感じでなってた。だから多分あれ終わった後に武器庫行ったら私の死体転がってましたね。ああそうだから逆にあのスナパイさんの死体が発見されてゲーム的には良かったなと思いました。多分ピカクロスの死体が武器庫で発見されたら一気に詰まっちゃうんで。確かに本当だ。あのすげえこれレッボタン押しってなって、あの、エフェクト出るじゃないですか、バーって。はいはい、そのエフェクトで、僕、あの、右に行ってるんですよ、そのままバーって歩きながら。で、そのエフェクトが消えた瞬間にオラフ君と死体が映ってました。こんなことあんな？見えちゃってる。ちょうどその、押されるまでは見えてないけど、押された後に見えてますね。いや、こんなことあんだ。あ、なんか。